高台は確かその左側を入っていってすぐだったな。はい。じゃあ行こう。よし、ここを進んでいくとすぐに高台だ。カンナちゃん、行こう。はい。高台だ。この境町を一望できる場所だな。カンナちゃんの家ってここから見えるかな？はい、左側に見えるあのマンションです。あそこか。よし、とにかく行ってみようか。結構高そうな物件だからな。一体どんな奴らが住んでいるんだろうって思っていたんだ。普通の人間が住んでいます。そりゃそうだよ。ジョークがうまいな。うん。よし、とにかく行ってみるか。へえ、結構すごいマンションに住んでるんだな。有馬さん、わざわざ送っていただいてありがとうございました。俺を待っていて遅くなったんだからね、当然だろ。大丈夫か？どういうことでしょうか？だからさ、両親に叱られたり。一人で暮らしていますから心配には及びません。え？一人暮らし？冗談だろ。今日はありがとうございました。では。カンナじゃないか、やっと会えた。久しぶり、ようやく会えたな。ちっとも電話をくれないじゃないか。マンション前で待っていた甲斐があったよ。北条さん、こんばんは。どうだい、お茶でもしに行かないか？ごめんなさい、今日は少し気分が優れなくて。そんなつれないこと言わないで。こうして会えたんだ、またいつものように。ごめんなさい北条さん、今日は本当に疲れているんです。少しだけだよ。じゃあ君の部屋へ。なんだお前は。人間だ。カンナ、この辺は柄が悪いようだからな、早く行こう。おっさん、彼女は嫌がっているだろう。慣れ慣れしくカンナちゃんに話しかけるな。有馬さん、いいんです、私は大丈夫ですから。兄さんよ、あんたこそ馴れ馴れしくカンナちゃんなどと呼んではいけないな。通行人は黙っていてくれよ。誰が通行人だ。違うのか。私は彼女の友達の友達のいとこの父親ってところか。それでは赤の他人ではないか。赤の他人だろ。なるほど、そうならそうと。早く行ったらどうだ。どういう意味だ。だからお前も彼女と。違うんです。ん？有馬さんは違うんです。クラスメートです。うん、クラスメート。またカンナ君の友達が増えたのかと思ったよ。少し安心したな。さあ、喫茶店でお茶でもしよう。おいおっさん、そのいやらしい手をのけろ。短気な若者だな。おいおい、手荒な真似はよせって。手荒な真似をさせるなよ。夜にフラフラ出歩いているとはな、とんだ不良だ。
何かね。あんたはカンナちゃんは一体何なんだ。知り合いだよ。いや、それ以上かな。友達って年かよ。若いくせに後進的だな。友人や恋人に年齢など関係ない。ふん、お前は知らなくてもいいことだ。他人のプライバシーに首を突っ込みたがる野暮な男というわけかね。俺は彼女が嫌がっていると言っているだけだ。本当にそれだけならいいがな。下心見え見えなんだよ。何？やめてください。カンナちゃん、やめてください。ありません。だけどいいんです。北条さんは私の知っている人です。カンナ、また明日にしよう。電話をくれるかね。はい。わざわざ待っていていただいたのにすみませんでした。わかった。体を大切にしたまえ。はい。あまり他人の間に首を突っ込まないことだな。そうだカンナ、俺はもう少しセントラル街で飲んでる。何かあったら来てもいい。はい。すみません、アニマさん。謝られるようなことをしたのかい。不快な思いをされたのではないかと。ああいうのと渡り合うの初めてってほどウブじゃないさ。カンナちゃん、大丈夫です。支えてくれてありがとうございました。部屋まで送らなくて大丈夫か。はい、大丈夫です。それではアリマさん、ありがとうございました。おやすみなさい。そうだ、明日また学校に来るかい。先生とお話がありますから。そっか、じゃあまた明日。
私は畑野環奈さんのクラスメートで、この生徒手帳を彼女に届けるべく。失礼します。俺はカンナちゃん、畑野さんのクラスメートで。カンナちゃん、やっぱりカンナちゃんだ。おい、大丈夫か。おい、うん、よかった、まだ生きてる。体、え、熱い。体が熱いんだな。床の上が気持ちいい。熱か。とにかく彼女をこのままにはしておけない。ベッドにでも運ぼう。ダメです。え、誰かが海でまたやろうとしています。海？なんだって？止めなくては危険です。おい、今の君の方が危険だよ。
こんな状態でどこへ行こうって言うんだ。いっ、ほら見ろ、どんな感じなんだ。暑くて体がだるくて目もよく見えない。本当にやばいんじゃないか。とにかくベッドはすぐ右側に。よし、すぐ右側だな。大丈夫かい、カナちゃん。何か服用してる薬なんかはあるのか。薬箱に何か。薬箱だな。よし、とにかく薬箱ってのを探して、カンナちゃん用の薬を。有馬さん。え？有馬さん、私はもう大丈夫ですから。大丈夫って、足元がふらついているじゃないか。本当に。あ、カンナちゃん大丈夫。ありがとうございます。私は大丈夫ですから。思いっきり説得力がないぜ。こんなに体が熱いじゃないか。いつものことなので大丈夫です。いつもこんな熱が出るのか。はい。カンナちゃん、俺さ、よく効く薬を知ってるんだ。はい。俺の母親が、いや、そんなことはどうだっていいんだ。要は解熱によく効く薬を持っているってこと。今から取ってくるよ。待っていてくれ。でも。大丈夫だって。そうだな、ものの数分とは言えないけど、すぐに戻ってくる。だからちゃんとベッドに寝ているんだぜ。わかりました。よし、じゃあひとっ走り行ってくるぜ。
を言うことになっています。うん、ということもあり、ニュースプレゼンスではこの件を徹底的に追求してみようと思います。あれ、テレビがついてる。人気報道番組のニュースプレゼンスだ。あれ、でもよく見るとこのキャスター、そうだ、セントラル街で龍蔵寺と一緒だったあの女性だ。間違いない。ちょっと雰囲気は違うけど間違いなくあの女性だ。確かニュースキャスターの朝倉香織って名前だ。うん、間違いない。そうテロップにも出ている。そうか、あの女性はこのニュースキャスターだったんだ。道理でどこかで見たことがあると思ったんだな。一体何をやっているんだろう。それでは工事責任者との対談を振り返ってみたいと思います。有馬主任にお話を伺ってみましょう。有馬主任だって。あ、この左側の女性ってもしかして、あ、あゆみさん。ボリュームを大きくしよう。では有馬主任、あなたは会社側に全く落ち度がなかったと、そうおっしゃられるのですね。はい、通常のケースでは海岸工事における落雷など全く考えられないことで対処のしようがありません。あゆみさんがコメントしている例の海岸工事の件だな。事故に関して追及されているのか。しかし落雷事故は今日も現に起きました。そして今後も起き続ける可能性があるのです。ですからそれは我々の責任だという声がことのほか大きいのをあなたはご存知ですか。この番組は会社側に弁明の場を提供するものではありません。因果関係をはっきりとさせるのが目的で。なんだよこれは。これじゃいじめも同然じゃないか。あゆみさんが四苦八苦している。くそ、嫌な女だ。さしずめ、ジャーナリストを名乗るハイエナのような女に違いないぞ。天気図によりますと、この時海岸上空は極めて快晴で落雷がとても起きるものではありませんでした。ええ、それは知っています。もしかすると落雷ではなく工事上の作業ミスで起きたのではありませんか。それは違います。落雷は上空の雨雲の有無には関係ありません。なるほど。雷が発生した空から落雷した場所まで平面距離にして10キロ以上離れている場合もあります。必ずしも真下には落ちないというわけですね。そうです。ではなぜここ数週間のうちに計3件もの落雷事故が発生しているのでしょうか。それは現在原因を究明中です。原因を究明してから作業を再開すればいいのではありませんか。それは原因不明の落雷で事故続き、しかし作業をやめようとはしない。一体なぜです。事故で亡くなった遺族の方に申し訳ないとは思いませんか。もちろんそれは。言葉が少なくなってきましたね。それでは質問を変えましょう。ところでジオテクニクスの上層部と行政の間に何らかの取引がなされているという噂はどうでしょう。根も葉もない噂だと思います。本当ですか。本当だと思います。しかし有馬主任、あなたはくそ、嫌な女だな、この香りって女性は。あゆみさん、今頃スタジオで苦戦している最中か。
君ね、気をつけて。ちょ、あら、あれ、あなた奇遇じゃない。有馬拓也くんだったわね。そういうあなたは、あとは君に任せたわ。任せたって、何後ろに回り込んでるんだよ。こらー、捕まえ。あれ、守衛さんじゃないか。あなたは誰だったかしら。有馬拓也、以前自己紹介したと思うけど。有馬、聞いたことのある名前ね。あ、まさかあなたもその女の一味というわけね。一味？なんだよ、その犯罪者の仲間みたいな言われようは。現にあなたはその女を幇助しているじゃない。幇助って、人聞きが悪いな。誰が誰の犯罪を手助けしてるんだよ。かくまう気？あなたも同罪になるわよ。言っている意味が全くわからないんだが、一体何があったんだ。しらばっくれるのも今のうちだけよ。ジオテクニクスに侵入をするなんて大胆不敵もいいところね。なんだって？ジオテクニクスに侵入？誰が？まさかこの後ろの？あなた、一味じゃないの？冗談言うなよ。俺は偶然ここを通りかかっただけだぞ。だったら、君の後ろにいるその女を今すぐ引き渡してちょうだい。引き渡せって言ったって。公務執行妨害よ。公務じゃないじゃない。あなたは会社員でしょ？それはそうだけど、ごめん言わないで。君、引き渡せない理由でもあるというの？この女性が俺の後ろに勝手に。あっちゃー、バレちゃったわね、タクヤ。落ち合う場所、ここじゃまずかったわね。さあ、早く逃げましょう。おい、何よ。やっぱりそうだったのね。身に覚えがないぞ。逮捕よ、逮捕。あらよっと。ギャッ私が足を引っ掛けたの。ほら、こんな具合に。一体何なんだよあんたは。香りよ、朝倉香織。知ってるよ、ニュースプレゼンスは何度か見たこともある。あら嬉しいわ、見てくれているのね。今晩はあゆみさん、俺の母親を結構いたぶってくれたじゃないか。それに関してはこちらにもちゃんと言い分があってね。じゃなくて、そんなことよりも
ジオテクニクスに侵入とか言っていたぞ。そうね、侵入なんてされちゃセキュリティを預かるところの彼女ら警備員の立場が悪くなるものね。そんなことじゃなくて、まさか本当に。さあどうかしらね。新手？未だ無傷の兵隊のことよ。ほら、ジオテクニクスの方からアリのように現れた。本当だ。まさか本当に侵入されたのか。行かないと。じゃね。おい！ちょっとちょっと！なんだよ、またあなたね、一体どうするつもり？どうするって、守衛さんを放ってはおけないだろ。バカ、あなた。むっか、見ず知らずのあなたにそんなことを言われる筋合いは。私は親切心で言っているのよ。他人であるあんたにバカなどと言われる必然性などこの宇宙のどこを探したって。死ぬもの言わないの。早く逃げないと、とっつかまるわよ。なんで何もしていない俺がとっつかまる必要がある？この際、主観論で考えるのをよしましょう。要は彼らがどう思うかなの。傷ついた警備員が倒れている。そのそばに得体の知れない人間が一人。どう見たって穏便な雰囲気じゃないわよ。だからってなんで俺が逃げなきゃならないんだ。分かってないわね。ジオテクニクスに侵入されたということは彼ら警備員のメンツが丸つぶれなわけよ。そんなメンツをギリギリの線でキープできる最後の手段が犯人を捕まえること。これに尽きるわけ。俺は犯人じゃないぞ。だからあなたの主観はこの際どうだっていいのよ。彼らには犯人が必要なの。そこに得体の知れない男が一人。スケープゴートにするってことか。ご明察、頭いいじゃない。ほーら来た来た。お前は犯人だって言わんばかりにすんごい怖い顔をしながら。あんたが犯人なんだろ。逃げましょう。俺は逃げる必要など。別に逃げるわけじゃないぞ。俺は自分の行きたい場所へ行くだけだからな。そうなさい。じゃあね。おい、お前。ん？奇遇だな、こんなところで。ちょいと話があるんだが、いいか？ん？目が高いな。
こいつはな、1週間前のバーゲンで買った。おい、横を見て鼻をほじるな。子供にはわからないからだろうね。俺の一長らだよ。文句あるか？子供にはわからん人生の匂いが染みついているんだ。ジロジロと物おじせずに見つめる兄さんだ。随分と人を観察するな、兄さんは。おっと、触らない方がいいぜ。俺の頭にはポマードがべっとりだからな。なんだい、そんなに触りたいのかい？ついでに匂いでも嗅いでみるか。ツンと香ばしい匂いがするぜ。おっとっと、手の早い兄さんだな。商売柄いろいろなやつを見てきたが、兄さんほど手の早いやつは初めてだ。熱くなるなよ、兄さん。話が終わってからでもいいだろう。露骨に顔をしかめるじゃないか。何か用か。俺は急いでいるんだ。近頃の若者は礼儀というものを知らんな。あんたに見せる礼儀がないだけだよ。言うじゃないか、兄さん。ヤクザみたいな言い方はよせよ。どう見たって単なるアルチュー親父だぜ。どうやら嫌われているらしいな。地球が今晩蒸発しまっても好きにはならないから安心しな。まあいい、喧嘩が目的じゃないからな。うん、旗のカンナには振られちまったかな。待っていても気がしないぜ。行くわけないだろ、彼女が。どうかな。言っておくがな、俺は兄さんが知らない彼女をたくさん知っているんだ。たくさんか。一円玉100枚くらいか。とぼけた兄さんだな。言っておくが、カンナは見た目ほど純情じゃないんだ。俺が知っているというのはそういう面も含めてだ。わかるな。おお、大人の関係とでも言いたいのか。おいおい、そんな恐ろしい顔をするな。兄さんよ、あんた仇の人間だろ。学生だよ。最近の学生はおっかめえ目をしてるんだな。で、要件を早く言えよ。いいだろう、兄さんよ。あんた、ハタのカンナの何なんだ。それはこっちのセリフだ。おっさんみたいな酒臭い中年野郎がカンナちゃんと知り合っていること自体罪だぜ。本人を目の前にしてそれだけ足ざまに言えれば大したもんだ。俺は根が正直なんだね。まあいい、要件は一つだけだ。なんだよ。カンナに近づくな、それだけだ。理由は？言う必要がない。嫌だと言ったら。真実を知った時に驚愕の度合いが増加するぜ。真実？知らない方がいいってことだ。カンナが俺の女だって言ったらどうする？おお、聞き迫るとはこのことだな。目から炎が出てるぜ、兄さん。露骨に嘘をつくやつが嫌いなだけだ。嘘と確信できるかな。彼女に聞けばすぐにわかるさ。やめておけよ、野暮なやつだ。アルチュー親父のたわごとじゃないという保証があるのかよ。まあいい、じゃあ
カンナに直接聞いてみるんだね。北条はどんな人間かって彼女に聞いてみろ。ゲス野郎って答えが返ってくるんだろう。まあ聞いてから決めな。まさかカンナが兄さんみたいなやつに心を開くわけはないしな。どういうことだ。そういうことさ。まあせいぜい気張んな。こんにちは。勝手に入ったよ。カンナちゃん。カンナちゃん、いないのか。ここよ、ここ下にいるわ。下？ここ。あそこにいるのは、おお！はーい。なんであんたがここにいるんだよ。ここに来ちゃダメ？ダメもイカの頭もないぞ。一体海岸での騒ぎは。タクヤくん。え、ああ、はい、はい、はい。ほら、深呼吸して。大丈夫？あゆみさん、仕事から帰ってきたんだ。帰ってきたわけではないの。着替えを取りに来たのよ。着替え？ええ、少し会社の方でバタバタしてしまってごめんね。
バタバタって、泥棒にでも入られたのか。そうね、どうせ明日の朝刊に乗ってしまうでしょうから。まさかジオテクニクスに誰かが侵入したとか。ええ、警備員さんたちの話しぶりだと男と女の二人組らしいわ。なんでも一人は遊び人風の女性で、もう一人は学生風。二人組だなんて手の込んだ襲撃だわ。俺は違うからな。そうそう、ただ追いかけられただけですもの。何をするのよ、口を塞いで。余計なことは言わないでくれ。あら、そういえば後ろの方は。どうも、スタジオではお世話になりました、朝倉です。あ、どうも。こんな夜分にまた取材ですか？そんなんじゃありません。ただ男と女の共犯説というのは信憑性が高そうですね。な、何を言う！どうしたの、拓也くん。いや、なんでもないよ。ごめんね、拓也くん。じゃあ私もう行かなくちゃ。朝倉さん、お構いできずに申し訳ありません。いいえ、お構いなく。勝手にやらせていただきますから。拓也くん。忙しそうね、主任にもなると。香織さん、あんた本当にジオテクニクスへ？ストップそれはまだ証拠がないわよ。私の仕業と断定はできないでしょ。だってあの時守衛さんに追われていたじゃないか。あら、そういうあなただって警備員に追われて逃げてきたんでしょ、うん、お愛子よね。どう、私の話を聞いてみる？あんたの話？ええ、一度こうしてきちんと話し合ってみたかったのよ。俺のことを知っているみたいだけど。もちろん知っているわ。有馬光大博士の息子さん。悪いが、下等な詮索には付き合えない。他を当たってくれよ。下等な詮索とは言ってくれるわね。とってもお互いのためになると思うんだけど。悪いが、例えば有馬あゆみさんが会社でやっていることとか。顔色変わったじゃない。それにお父様のこととか。親父の？どうかしら。少し歩かない？こんなところで立ち話もなんじゃない。そうね、公園はどう？あそこは飢えたカップルの巣窟だぜ。だから目立たないんじゃない。男と女の二人、誰もがカップルと思うでしょうね。つまり目立つと困るような内容の話をするってことか。鋭いわね、そういうこと。 OK、 低層の危機を感じるなら違う場所にしましょう。これは男だぞ。高台なんてどうかしら。公園の手前だからあと一歩で大丈夫。何が大丈夫だよ。本当なら静かな海岸が望ましいのだけど、今はね。ほら見てよ、あそこの公園。しながらウキウキしないでくれ。
明雲寺公園はこの時間飢えた若者の巣窟よ。何よその顔、飢えた若者らしくないよね。飢えてないんだよ。ここは座る場所がなくてダメね。地面にうんち座りというのはどう？うんちって立ったままでいいよ。立ったまま、情熱的ね。は？じゃあ立ったままでやりましょう。最初に言わせてくれ。どうぞ。香織さん、あなたについてきたのは妙な誤解を解いておきたかったからさ。妙な誤解？何かしら。言っておくが、不当な取引に応じるつもりはないぞ。取引だなんて、そんな人聞きの悪い。じゃあ俺に一体何を言いたいんだよ。そうね、これから私が話すことを聞いて、それを踏まえた上でアレンのお願いを聞いてもらいたいの。取引じゃないか。悪いが、あゆみさんが不利になるようなことに協力はできない。へえ、母親思いなのね。家族だからな。本当にそれだけ？それだけに決まってるだろ。他に何が？ムキになっちゃって。有馬あゆみさんの不利になるどころか、ものすごいメリットになるかもしれなくて。信じられないな。まあまあ、話を聞くのはタダじゃない。タダより高いものはないとも言うぞ。そんな年寄りみたいなことを言って、聞いてから決めなさいよ。有馬あゆみさん、あなたのお母様ね。あゆみさんがどうしたの？彼女の仕事知ってる？あゆみさんはジオテクニクスっていう地質関係の会社で仕事をしている。よくできました。じゃあ具体的な内容は？具体的な内容？そう、彼女が会社で一体どういうことを研究しているのか詳しく知っている？あゆみさんは家じゃあまり仕事のことを話さないし、俺も聞かないようにしてるからな。つまり知らないということね。だからそれがどうしたっていうんだよ。私はね、今ジオテクニクスの不正問題を追っているわ。知ってる。今晩も派手にやっていたようだしな。そんな顔して。あゆみさんは大切な女性だものね。当たり前だ、家族だからな。今度はワイドショーのレポーターにまで成り下がるつもりかい？まあいいわ、話を戻すわよ。海岸の工事、社屋拡張のための地質調査ってことになっているじゃない？ああ、まさかそれが実は違うとか言わないだろうな。違うって言ったら？あそこではね、あるものを掘り出そうとしているのよ。ある？そう。そしてそれはジオテクニクスに莫大な利益をもたらす。ジオテクニクスだって営利企業だからな。利益追求をすることが
悪いってわけじゃないだろ。うん、利益追求自体は悪いことじゃないわ。ただそのやり方が現行法規に抵触するものだった。法に抵触？法に触れる違法行為、言い方はどうでもいいけれどね。証拠は？ええ、だからそれを確かめようというの。バカバカしい。そんな確信もないようなことに協力はできないぞ。考えてもみなさいよ。たかだか地質調査にあれほどの規模の工事が必要かしら。それは必要と会社が判断したんだろう。じゃあなぜ秘密主義なのかしら。関係者以外を外に放り出して付近住民から不満が出てきているの。それは営利企業なんだから企業秘密を守る権利があるんだ。じゃあ、あの辺一帯を行政が取り締まっているという根回しはどう？市長の独断なんておかしいじゃない？それはその…市長は市民の代表であって、市長の決定は市民の決定と。なんだよ。あの豊臣って現場監督さんにそっくりね、その理屈。あなただっておかしいと思っているはずよ。自分を偽る必要なんてないはずよ。お母様の無実の証明と考えればいいんじゃないかしら。愛美さんは無実に決まってる。彼女がどんな法を犯しているんだ。だからその確信を得るために行動しましょうと、そう言っているわけ。それにね、あなたのお母様は有馬光大博士の遺志を継いでいるのよ。親父の？表情変わったわね。どういう感情かしら。わかりにくいわ。親父の野郎がこの件にどう関わっている？その辺は私もまだ未知数よ。ただ以前あなたのお父様にはインタビューを行ったことがあったね。にインタビュー。面白い人だったわ。あ、個人をバカにするわけじゃないの。いい意味よ、もちろん。ジオテクニクスがやろうとしていることの根底には有馬博士の仮説が息づいている。親父の仮説？正直言ってね、有馬さん、あなたのお母様の方、彼女にはそろそろ退場してほしいのよ。退場？どういうことだよ。境町を巡る舞台からね。彼女を傷つけるのは私の本意ではないの。あなたのお母様、大変なことに巻き込まれているわよ。大変なこと？そ、なんでそれを俺に言うんだ？だって協力してくれるんでしょ。少しは乗ってきたみたいね。で、頼みたいことってのは？話が早いじゃない。頼みたいことというのはブルーカードのこと。ブルーカード？有馬あゆみさんが持っているはずよ。セキュリティカードも一緒なんだけど。セキュリティカード？なんだってそんなのが必要なんだ。なんでって、入るために必要じゃない？入るってどこ？ジオテクニクスの研究所よ。研究所？だって香織さんは部外者じゃないか。ええ、だからそのカードが必要なの。ちょっと待ってくれ。確認したい。どうぞ。俺の勘違いだったらいいんだが、香織さんはそのブルーカードってやつを使ってどうするつもりなんだ？どうするって、
さっきから言っているが、ジオテクニクスの研究エリアへ入るためよ。あそこはガードが固いのよ。一次セキュリティは解除できても、二次セキュリティはそのブルーカードがないとダメなのね。まさかとは思うが、もう一度確認させてくれ。非合法に入るつもりじゃないよな。そのまさかなんだけど。じゃあやっぱりさっきも香織さんがジオテクニクスへ侵入を。まあそういうことかしら。尊敬した。香織さんを尊敬するなら、ナメクジも尊敬するよ。あら、ありがとう。私は明日の夜にもう一度ジオテクニクスへ侵入するつもりよ。明日？もう一度？ええ、今晩は志半ばで撤退を余儀なくされたけどね。大胆な人だな、あなたは。ありがとう。褒め言葉と受け取っておくわ。だが、今晩侵入したばかりだろ。そう思うでしょうね。まさか昨日の今日で侵入するやつなんていやしないさ。でね、逆にそこが狙い目なわけ。大したもんだろ。話の骨子は理解していただけたかしら。ハマりのことに唖然としているけどね。私に付き合うともっと唖然とするかもよ。明日の夕方5時くらいはどうかしら。イブニングで待ち合わせましょう。警察が行くかもしれないぜ。俺が警察に言うとは思わないのか。無駄ね。現行放棄では自白だけじゃ罪にならないわよ。確たる証拠がなくちゃ。じゃあ明日の夕方5時イブニングへ。ブルーカードを持ってきてちょうだい。この喫茶店は知ってる？イブニングってのは。しょうがないわね。こっちよ。ちょっとどこに行くんだ。セントラル街。ほら、あそこに見える赤い看板、あそこの1階がイブニング。粋なジュークボックスがあるのよ。知ってるよ。なんだ。俺があそこの喫茶店に行かなかったら。待ち合わせに来なければ私もあなたも不幸でしょうね。なぜ俺が不幸になる。あら、あなたのお母様をこのまま人の道から踏み外したまま突っ走らせるつもりなの。それはあくまで香織さんの想像だろ。え、でもそれが本当だったら取り返しがつかないよね。どこまで本気なのかわからないな。あなた、すべて本気。自分の母親が法を犯しているなんて本当なのか。って思っていたでしょ。気にしないで。職業柄、私人の考えることが分かってしまうのよ。こうか。いけない、写真撮影があったのよ。写真撮影。備えあれば憂いなしよ。じゃ、明日。慌てて去ってしまった。よう、兄さん。奇遇だな、こんなところで。さっきの美人は誰だい。隅に置けないな。あんたには関係ないな。失礼するぜ。おっとっと、待ちなよ。話があるんだぜ。こっちの話ってのはカンナのことさ。
話っていうのは何だ。カンナって名前を出した途端これか。まあいい。目が高いな。こいつはな、1週間前のバーゲンで買った。露骨に顔をしかめるじゃないか。何か用か。俺は急いでいるんだ。近頃の若者は礼儀というものを知らんな。あんたに見せる礼儀がないだけだよ。ヤクザみたいな言い方はよせよ。どうやら嫌い。地球が今晩蒸発しちまっても、まあいい。喧嘩が目的じゃないからな。うん。旗のカンナには行くわけないだろ。どうかな。言っておくがな、俺たくさんか。一円玉。とぼけた兄さんだな。言っておくが、俺が知っているというのはそう。おお。おいおい、そんな恐る。学生だよ。最近の学生はおっかねえ目をしてるんだな。で、要件を早く言えよ。いいだろう、兄さん。それはこっちのセリフだ。おっさんみたいな酒。本人を目の前にして。俺は根が正直なんでね。まあいい。なんだよ。カンナに近づくな。理由は？言う必要がない。嫌だと言ったら。真実を知った時に驚愕の度合いが増加するぜ。真実？知らない方がいいってことだ。カンナが俺の女だって言ったらどうする？おお、聞き迫るとはこのことだな。目から炎。露骨に嘘をつくやつが嫌いなだけだよ。嘘と確信できるかな。彼女に聞けばすぐに分かるさ。やめておけよ。やもね、アル中央親父のたわごとじゃないという保証。まあいい。じゃあカンナ、北条はどんな人間か。ゲス野郎って答えが返ってくるんだ。まあ聞いてから決めな。まさかカンナが兄さんみ。どういうことだよ。そういうことさ。まあせいぜい気張んな。カンナちゃん、いないのか？